どうもジャイです、今回は MJ の、ワンポイント講座ということで、1曲お見せしてそこのポイントをお知らせしたいと思います。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。はい、トン2曲ドラス半蔵でございます。はい、ハイパイは、ドラ含み、の、メンタンピンの形ですね。はい、まあ言い間に来たのは、まあ、他でメンスタメンズできるので、まあ一通はいらないかなという感じです。でここで拍切ったのは、ピンフ、射重なった時に、ピンフになる方を選択しました。まあ拍はもう2枚切れっていうのもあるんですけれども、切れてなくても、拍を選択する場合が多いですね。はい、はい、数ピン来ました。これ、例えば、ローソーとか切るとイーシャンテになるんですが、ここは、イーシャンテ、リャンシャンテ戻しのパーピン切りにしました。ここは、まあ、チーピンがネックになる、なってしまうんですよね。このように、まあ、チーソーとか来ると、ここはマントソーズの、三面茶三面茶なので、はい、これでピンズの方にメンツできました。まあ、ピンズが頭だと、どっちにしろ三面茶待ちになったんですけれども。はい、これで一応、まあ、サブローソのテンパイに飛びましたが、ここは、まあ、あ、パーワン来ましたね。はい、これでローソー切りで、ニャンパーワン待ちになります。まあ、ドラ待ちの三層待ちにするよりも、これで積もって裏のレバー、あ、一発。はい、これで、まあ、ハネマン確定の積もとなりました。はい、まあ、ドラ乗らずでしたが、見事ハネマンの上がり、まあ、これはできすぎな感じなんですけども、はい、ハネマンの上がりになりました。はい、まあ、ポイントはですね、まず単品とか同層とか切れば、いいシャンテになるんですが、チーピンの受け入れを拒否して、街の広い方を選ぶと。そっちの方が、まあ、リャンシャンテン戻しなんだけど、将来的に、上がれる可能性の方が高くなるという、これはまあ不思議なもので、リャンシャンテンに戻しても、上がれる可能性が高くなる可能性があるという、そして本当はピンズで2ピンを頭にして、リャンウッパーワンか、リャンウッパーソーの待ちが理想だったんですけれども、あそこで、ピンズでメンツができちゃった場合は、三面茶にならずにノベタになるんですけれども、あれをノベタにしておくことで、その後の、ハイの変わり、まあ、例えば、まあ、ウーアン来て三面茶になったんですけど、ああいう変化があると、まあサブロー待ちでも良かったんですが、三層ドラですし、まあ、延べたいより三面ちゃんということで、あそこはダマにしたということで、まあそこら辺は、まあちょっと後継の時は割と後継を残した、後継なのにカンチャ待ちとかせずに後継を残した待ちにするのがいいかなと思います。まあ必ずしもそうじゃないですけれども、いや3色とかある時はまたちょっとパターン変わってくると思いますけども、まあ参考にしていただけたらなと思います。はい、トン4曲オーラスですね。はい、トップ目です。はい、E1 がドラで、赤ウピンがあります。はい、まあここはどっから、あ、まあローソー来たら9層から切っていきましょうか。はい、はい、リャンピン切ります。まあツモは順調ですね。はい、ナンは2枚切れなので切りました。ただいま頭が状態なので、一応、まあマンズの、まあドラが E1 なんで、マンズの1通や E1 を重ねての、ピンフ系が見えます。あ、ウーワンが来ましたね。これで一応、ドラ引けば理想系の、ピンフドライオンの、あ、リャンワンが来ました。これで3ワン来ると1通の形ですが、現在頭がない状態ですね。まあ
ウーピンが重なるのがまあ理想形ですね。まあ言い悪かウーピンが重なるのが理想形です。はい、ここで嘘来ました。はい、ここで、567のメンツをあえて切っていきます。はい、当面からリーチ来ました。この論争は勝負します。で、3番やサブローピンは泣く体勢にします。一応一発なんで、吐くのを切りましたが、ローソンも切っていきます。はい、3番が出たのでチーします。はい、これで一通ドラさんのハイロンです。はい、ということで、見事、一通ドラさんドラ4がありました。はい、ここでポイントなんですが、まあ、567、のできているメンツの、5を引いて7を切っていくという形なんですが、広さ的に言えば5を切った方が広いと思います。もしくは、まあ、5567という形なので、せっかくできた頭を使って、その部分残して E1 リアンを切っていくとか、スーピーウーピンを切っていくという形なんですが、まあ、E1 はドラですし、一通の形があります。で、チーソーを切ってウーソーを頭にすることによって泣くことができるんですね。あれ、ウーソーを切っちゃうと泣くことができないです。まあ、3番泣いて泣くことできるんですけれども、そうなるとスーピンとウーピンの短期待ちになってしまうんですね。それなら、チーソーローソーを切ってウーソーを頭にして、サブローピンや3番来た時に泣ける形にするという、テクニックでございました。もし皆さんよければ参考にしてください。ということで、ジャイでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた、失礼します。